一つだけまだ試してないことがあるの。なんだよそれ、言えよ。私たち階段から落ちた時キスしたわ。え？なんだお前なんかと。知らない。かぶさってきたのはあなたの方だし。試しにしてみましょうよ。試しって。こうしてても時間の無駄でしょ。あ、いや、ちょっ、マジかよ。嘘。ええ。ちょっと待て。なんだこのいいムード的な空気はよ。研究のためだからな。ああ、これってドキドキするけど、実際は山田と宮村な。どうしたんだ白石のやつ。なんでこんなに顔がほてってやがんだよ。だから、行ってこいよ。わからないなんて言ってる場合じゃねえだろ。俺とキスしてもらおうか。あなた何を言ってるのかしら。だから俺とキスしろって言ってんだよ。ふざけてるの。なんであんたなんかと。いいから黙れ。いいわ、あんたなんかに興味はないけど、してあげる。言っておくけど、どうなっても知らないわよ。もしかしてあの女、なんか特別な存在なのかな。それって、あんたと入れ替われない人もいるってこと。よし、ならば俺が確かめてやろう。ふざけんな、何してか。どう？俺、入れ替わってねえぞ。本当だな。じゃあ私は？どうだ？変ね。確かなことは。はい、山田。あーい。ほら、山田、ウインナーだぞ。あ、ちょっと宮村は引っ込んでなさいよね。うっせえな、山田は俺と来てるんだよ。あー、いい加減に。よせ。ちょっと、なんでキスしちゃうのよ。元に戻っちまったじゃねえか。うるせえ。どうせ元に戻ると思って調子に乗ってただろ。だからしたいの。なんでまさか俺のこと好きになってもいいって言うのかよ。もうどうなっても知らねえぞ。僕が人をこんなに幸せな気持ちにするものなんて知らなかったわ。いいんだ、俺は今の自分を気に入っている。それともこのまま私に好かれているのは嫌かしら。それはできない。これはお友達の印です。え、最後にしてほしいんです。何も起きなければ友達になるという話も。ああ、分かってるよ。これでようやく大塚の能力が明らかになる。
山田なら構わない。だって君は私の最後の希望だから。舌まで入れる必要ねえだろう。ちょっと待ってくれる？おいしら、じゃなくて山田。はあ、いや、なんで出てきてんだお前。うん、ああ白石さん、うん、失礼します。あなたは確か、お話があってきました。どうぞ。私もあなたに話があるから座って。いいえ、座る必要はないんです。ふざけないで。あの3人が本当に好きで事件を起こしたと思う？あんたの能力ならもう分かってるのよ。ノアの力を持っていけばいいわ。これが真実よ。占いの館へ。なんだてめえ、山田じゃねえか。山田ではございません。私の名前は宇宙の預言者、ドラゴンターヤマにございます。山田だろ。ターヤマにございます。では早速そなたの未来を予知して進ぜよう。まずは目をつぶりなさい。良いですかな。三つ数えるまで目を開けてはなりませんぞ。三、二。おい君。あれ。嘘つき、変態、最低。うるせえな、こうなったら。バイバイ山田くん。これで君の前から僕は消えたってわけだ。ノープロブ、報告ありがとう。お前俺にキスしたら。あ、じゃねえだろ。ほら、なんか見えてきしまったじゃねえか。やだ、ごめん。玉木のやつ、そういうつもりでいたのか。そういうってどういう？あ、なる。やめ。あ、いや、ちょっと待って。まだ確認しとくことが。ああ、何すんだ。俺にはまだ心の準。わかった。だがその前に。目を閉じてくれるかな。じゃあリカちゃん、もう行くね。おい待てよ、記憶消すんじゃねえのかよ。ん、もう消したよ。なはずねえだろ。詳しいことはそれに書いてあるから。じゃあ行くね、バイビー。いや、あれって言ったのはお前だろ。それはそうだけど、あなた私とキスしたくて仕方ないのね。いいわ。よし、でかしたぞ山田くん。つうかお前なんか近くね。今だ。ああ悪い悪い、ちょっとよろけちまって。ところで宮村さん、今日お前の家行っていいか。なんだよ山田、そういうことなら早く言えよな。だったら俺の家じゃなくて二人きりになれるところに行こうぜ。え、この時間なら生徒会室の横の部屋が使えるはずだ。ダメだこいつ、トリコの能力が逆効果だ。悪い、
今のは忘れてくれ。なんか俺疲れてるみたいだ。牛尾くん、それはもういいの。今日で解放してあげるわ。ちょっと待ってくれ。納得がいかん。きちんと理由を聞かないことには。俺は心配してるわ。